ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回の動画は、カナダ料理についてだよ。カナダ料理は以前にも見たぜ。ビーバーテール、っていうでかいスイーツだったな。今回は塩気。フライドポテトだよ。しかし、ただのフライドポテトではない。このポテト。加速する。ゆっくりワールドグルメ。プーケンとは、揚げたてのフライドポテトにチーズとグレービーソースをかけた、カナダの料理だよ。さっくりポテトとトロトロチーズ、濃厚な旨味のグレービーソース。想像できそうな味だけど実はできない、そんなジャンクフードだね。はい、すっごいジャンク感。カナダの人なら誰でも知ってる、誰でも食べたことある、カナダの国民食なんだ。学校の学食にもあるし。映画館のフードメニューでも、野球場の売店でも、冷凍食品でもありますねー。カナダに行ったらこれ食べるべきって、それ一番言われてるから。あのアダム兄貴もカナダロケで食べた時にはこのご満悦の表情。実家のような安心感。フライドポテトといえば、サイドメニューとして食べることがほとんどだけど、プーケンはそれだけで主役になる料理なんだ。芋の量の問題じゃないですかね。たまにはベーコンやビーフを乗せたり、フライドポテト、かっこ野菜、以外の野菜も乗せたり。ポテトは野菜、はっきりわかんだね。揚げ物だからカナダレモンを添えたりするよ。レモンでさっぱりもええやん。あるサイトによると、カロリーは740キロカロリー。そこまで高くはないのか。これくらいだったらカロリーのことは厚くスルーしても大丈夫そうだな。作り方は簡単。ポテトを揚げて、チーズを乗せて、非常に温かいグレービーソースをかける。じゃん、完成。あ、うまそ。注文したら一瞬で出てくるファストフードの鏡。食材は3つとシンプル。まずはフライドポテト。プーケンに使うポテトは、お太い厚切りなのが一般的だよ。細いのじゃいかんのか、いかんことないでしょ、細いポテトでもええんやで。でも、プーケンはこってりのグレービーソースをたっぷりかけるから、よりソースが乗って絡みやすい太いのが美味しい。それにフォークで刺して食べるから、太い方が食べやすいからかな。確かに太い方がチーズとも一緒に刺して食べやすいんだぜ。次に、茶色いグレービーソース。グレービーソースってなんだっけか。これがわからない。グレービーとは、肉汁、のことで、お肉を焼いた後のフライパンに残っている肉汁を使ったソースのことだね。アメリカではマッシュポテトにかけるソースといえば、このグレービーソースなんだね。あ、これか。だったら同じじゃがいものプーケンと合うのも思いますける。そこにケチャップやウスターソース、ワインやアップルサイダーなんかを入れて煮詰めるよ。めんどくさいなって人は、缶詰でパパパッとやって、終わり。最後に、この真っ白なチーズカード。チーズカードって、なにこれ？チーズカードとは、カードカードカードミルクを酵素で凝固させたチーズのことで、熟成する過程は例に近いフレッシュチーズ。噛むと、キュッキュッ、とした食感が特徴だよ。モッツァレラやカッテージチーズだと考えて、どうぞ。丸へそ。プーケンに乗っているこのチーズは、ピザみたいに焼いてるわけじゃないから。食べ始めはまだ溶けてなくて、ポテトとは完全に独立した食感が、うん、美味しい。サクサクのポテトとキュッとしたチーズか。でも時間が経つとグレービーソースの熱でいい感じに溶けてポテトとよく絡むんだ。うまそう。このチーズカードを使っていないと、それはプーケンとは呼べないんだとか。ピザポテトがチーズの代わりになるとか、ないです。チーズカードがないプーケンなんて。お次はプーケンが生まれた歴史を見ていくよ。ケベック州のワーウィックという酪農が有名な町に、フェルナンドさんが経営するカフェ、イデアル、がありました。常連のエディさんが今日もやってきて、フライドポテトを注文しました。そして、当然の権利のように言いました。フライドポテトにそこのチーズカードを乗っけてくれ。オーケー。エディー、
今何を。そのお店ではポテトは紙袋に入れて提供されていたので、そこに水分たっぷりのチーズを入れたら、ça va te faire une maudite poutine。しかしエディ兄貴は常連なので、とりあえずチーズカードをポテトの入った紙袋に入れました。エディ兄貴は喜んでいましたが、まだ問題が一つありました。冷たいチーズを乗せたら、揚げたてのポテトがすぐ冷めてしまいます。だから、熱いグレービーソースをかける必要があったんですね。この3つの組み合わせにエディ兄貴大歓喜。何度も注文するうちに他のお客さんも真似するように。そしてその味がケベック州全体に、やがてカナダ中に広まったのでした。オロタベックども。なるほど、常連さんの思いつきから生まれたのか。ただの思いつきから国を代表する料理になったのはすごいよね。フェルナンド兄貴は、2004年に亡くなったんだけど、そのことが新聞に載るほどだったんだ。愛されてる証拠だよ。そんなプーケンで有名なお店といえば、ここ。モントリオールにある、ラ・バンキーズ。はい、すっごい混んでる。開店は1968年、今年で54年目。プーケンは80年代初めからメニューに登場したよ。しかも24時間営業、強い。ラバンキーズはそのプーケンの種類の多さで有名なんだ。その数30種類、多い。例えば、ベーコンのせ、サワークリームのせ、アメリカンドッグのせ、マッシュルームとオニオン、そしてピーマン味わう、ラレーチェル、アボカドのせ、スモークビーフのせ、ビーフ、ペパロニ、ベーコン、ソーセージのせのティーレックス、リンゴのせ、リンゴ。そう思ってこのお店以外にも調べたら、プーケンにリンゴを入れる人がちらほらいたよ。こんな感じで、日本のポテサラと同じ感覚かな。ラバンキーズは30種類のプーケンがあるけど、プーケンはプーケンだけではまだ終わらんよ。異常な領域展開、伝統芸能だ。ピザハットのプーケンピザ、プーケンドーナツ、プーケンホットドッグ、プーケンバーガー、中身バーガー、プーケントースト、ベーコン巻き揚げプーケン、プーケンタコス、チーズステーキプーケン、プーケンポテトチップス、プーケンビーバーテール。ビーバーテールはカナダの甘く平べったいお菓子だな。プーケンケーキ、プーケン寿司、プーケンのタブー、カナダ人のプーケン愛の限界など、とうの昔に超えている。カナダの人は本当にプーケンが好きなんだな。愛だよ愛。そうだね、そんな国民食だから、もちろんあのお店でも食べられるよ。ドナルドの噂。ランランルー。やっぱりな。プーケンが初めてマクドナルドのメニューになったのは1990年。日本ではベーコンポテトパイセンが初めて発売された年だな。その時はまだケベック州だけの限定メニューだったんだ。カナダ全土で取り扱うのは2013年になってから。日本では謎の高級メニューが発売された年だな。お値段はカナダのポテト M が 2.9 ドル、プーケンが 4.5 ドル、約 1.5 倍のお値段だね。日本はポテト M が280円だから、日本で売るなら約420円ぐらいかな。ポテトのソースは定期的に限定メニューが出るから、日本でもそのうちありそうだな。カナダのどこででも食べられるプーケンだけど、マックのプーケンにしかない特徴があるよ。プーケンに使うポテトは太いのが一般的。しかし、マックなのでこれしかねえかん。使うのはいつもの細いポテト。これにチーズカードとグレービーソースをかけるんだね。細めのプーケンが食べられるのはマックの特権。マクロナウロに置いてあるなら、もちろんここでもあるよね。バーガーキング。そうだよ。バーガーキングでもいつものプーケン。どこのお店でも見た目はほとんど同じだな。バーガーキングでも同じく90年代初めからメニューか。バーキンらしい面白サービスプレイもあったよ。建国記念日毎年7月1日のカナダの日に、注文するとプーケンが無料。
さすがは国民食、限界バーゲンダー。そして、2014年のワッパーをトッピングできるキャンペーン、ワッパーをトッピング。ハンバーガーをドンと乗っけるんじゃなくて、ワッパーのパティとピクルスを乗っけたメニューだね。実際に注文するとこんな感じ。いなぴ、面白味はあるけど、うまいんですかね。ウェンディーズにもありますあります。それに加えて、アメリカのウェンディーズには、ベーコネーターフライ、というメニューがあるんだよ。なんだこの見た目は。ポテトの上にベーコンとチーズ。これもうアメリカ版プーチンだろ。そうだよね。実際に、このベーコネーターフライは、アメリカ版のプーチンだというツイートが結構見つかったよ。反対に、全然プーチンじゃないんだよ、という人もいるようだよ。こんなものやばい街のプーチンだろ。プーチンには全く似ていません。プーチンは、肉汁たっぷりのグレービーソースと、サイコロ状のチーズカードをトッピングした料理で、ベーコネーターは、固形のカリカリベーコンと、とろけた半液状のチーズソースをトッピングした料理です。あ、確かに固体と液体で全く正反対の食材なんだぜ。そう、見た目は似ていても、使う食材の形状が違うから全く別物だと言えるよね。これは日本の料理でも同じようなことが当てはまりそう。おろたでくど。和食で似たような例えできるかなと114,514時間考えましたが、何一つ出ることなかったです。日本にもある A&W でもプーチンが食べられるよ。名前もちゃんと、スーパープーチンとして登場。やったー。ただし、本物のチーズカードではなく、チェダーとゴーダの、もうダブルソースですよね。日本じゃチーズ高いからね、しょうがないね。ちなみに、SK8 というアニメで、カナダ育ちの長谷川蘭賀くんが A&W でハンバーガーを食べるシーンに、プーチンくん迫真の映り込みを確認。このアニメを見た現地の人たちもプーチンにテンションが上がったみたいだね。海外の作品に日本のことがあるとちょっとテンション上がるのありますね。カナダの A&W にももちろんプーチンはあるよ。でもアメリカの A&W には似たようなメニューで、チリチーズフライはあるけど、これを、プーチンという名前では売ってないんだね。ちゃんとしたプーチンはチーズカードだもんな。カナダやアメリカでこれをプーチンの名前で売っても、向こうの人たちが進んで買う可能性はないずら。日本の A&W で食べられるこのプーチンは、現地の人たちからするとアホくさ状態なんだろうね。でも完璧じゃなくても美味しいのは確定的に明らかだから多少はね。最後に一つ。ネーミングのせいで何かと風浪被害を受けるこのプーチンだけど、ディープ L 翻訳くんにかけると、プッチンプリン、かわいいな、プリン。ハンガンかかる、尺骨炎用。